藤浪パ・リーグが招く日本復帰の嵐が吹き荒れる日ハムが急転直下新庄監督の熱望で藤浪獲得の可能性月光メッツの傘下にある 3A シラキュースに所属する藤浪慎太郎は苦しい状況に立たされていますシーズンからメッツに新たに加わりリリーバーとして大いに期待されていましたが直ちに請求の難しさが露呈し シーズンの開幕直後にマイナーリーグに降格しました彼は復調を目指していますがまだ打者との対戦において望ましい水準に達していません4月25日のコロンバス戦ではわずか1人の打者しかアウトを取れず1安打4496失点という大混乱でしたその後の4月28日の試合でも1人の打者しかアウトを取れず アンダ24失点で降板しましまた彼は9試合に登板し、防御率は14.09です。メッツはナ・ディーグ東地区で5割の勝率を保っていますが、投手陣の課題も見直しています。現時点では、藤並のメジャー昇格は非常に厳しい状況です。160キロ近い速球を投げ込む能力は非常に魅力的ですが、その再現性が低いため、 実際にマウンド上でどのような投球を見せるかは分かりませんこの点について首脳陣も彼を判断するのが難しいと考えています彼の高速の直球は空振りを誘うことができるためある程度の請求力があれば彼はチームにとって有益な戦力として見なされますが残念ながらオープン戦から彼の不安定な投球が続いています彼の状態が改善しない場合 彼が他の球団でメジャー昇格を目指して対談を申し出たとしても、獲得に乗り出す球団があるかもしれませんが、彼の評価は必ずしも高いとは言えませんと、米国に駐在する通信員は述べました。昨シーズン、彼はメジャーリーグへの挑戦の1年目に、アスレチックスで先発投手として起用されましたが、成績が振るわず、後にブルペンへの転向が決定しました。 その後、彼は安定した投球を披露する時期もありました。7月にはトレードでオリオールズに移籍し、リリーフとして30試合に登板し、2勝0敗2セーブ2ホールド、防御率4.85の成績を残し、地区優勝に貢献しました。今シーズン、彼はメッツと1年契約を結び、契約金は335万ドル。 当時の為替レーートで約5億円にに加えて成績に応じたた。ボーナスが支給される形となりました彼はパワーピッチャーとして期待され160キロを超える直球を持つリリーフ投手として期待されていましたが請球に苦しんでいますこの状況が続くと彼がメジャーリーグで生き残ることは難しいでしょう彼の獲得に関しては メッツの熱狂的なファンや地元メディアからは批判的な意見が多く、なぜ藤浪を獲得したのか、彼はチームの負債になる可能性が非常に高いという声が上がっています。メジャーリーグを取材するスポーツ新聞の記者は、非常に厳しい視点を持っています。彼は次のように述べています。トレード移籍の場合、移籍先の球団が藤浪の年俸を負担しなければならないため、 彼を獲得する際の障壁が高くなります。一方、自由契約選手として退団すれば、メジャーリーグの残りの29球団からチャンスが巡ってくる可能性があります。ただし、その可能性が高いかどうかは微妙です。彼の不安定な投球が続いているため、彼の価値が下がっています。また、彼が30歳という年齢を考慮すると、 中長期的な戦略として若手選手の育成を優先する球団が多いでしょうと述べましたかつて日ハム新庄監督は獲得を熱望メジャーリーグでの活躍が困難な状況に直面した場合日本の野球界に戻る可能性が浮上しますスポーツ新聞のデスクはパ・リーグのチームが彼を獲得するために争奪戦を展開するかもしれないと予想しています 未熟ながら力強いピッチャーはパ・リーグに適しています。球場が広いため力を込めた球が生きるし個性豊かなチームが多いので藤浪のタイプに合うと考えられます。詳しく見るとロッテ、オリックスそして日本ハムがその中でも有力な候補として挙げられます。ロッテは他球団の選手を再生する能力に長けており。 吉井正人監督はメジャーでの経験を持ち、藤浪にとって理解のある指導者となるでしょう。一方、オリックスは山崎総一郎や浦川雄貴など、肩速球右腕を育成することに長けています。また、大阪桐蔭時代にバッテリーを組んだ後輩である森友也も、藤浪の理解者となり得ます。さらにに藤並の地元である大阪にも近く 環境的な面でも不安は少ないでしょう。日本ハムは新庄剛志監督が就任した21年に、かつて阪神に在籍していた藤浪のトレード獲得を熱望したことがありました。また、田中正義を守護神として覚醒させた実績もあります。では他球団からの移籍選手が活躍する傾向にあります。メジャーリーガーからの復帰組には、沢村拓一や西村隆豊。 DNA からの加入者である国吉勇気がおり、彼らは救援陣を支えています。野手陣には元巨人の石川慎吾や元日本ハムの岡広会が活躍しており、助っ人外国人としては元巨人の C ・ C ・メルセデスやグレゴリー・ポランコ、元 DNA の外など、NPB での経験豊富な選手が多く在籍しています。ロッテでプレーする選手たちは そののチーームのフレンドリーな雰囲気に溶け込みやすいいと口を揃えていますまた、大阪桐蔭時代には同学年の投手として切磋琢磨した澤田圭介もロッテに在籍しており、彼はオリックスでのプレーを経て、ロッテでの育成契約から支配下登録を勝ち取り、昨シーズンは2勝2セーブ6ホールド、防御率1.08の素晴らしい成績を残しました。 今年も11試合に登板し、1勝3ホールド、防御率1.80の好成績を収めています。これまでの月日を経て、藤並と沢田がロッテで共にプレーする姿が見られるか注目されています。一種の育成能力において、球界屈指の実績を誇るのがオリックスです。中垣誠一郎巡回ヘッドコーチは、 山崎総一郎や浦川優輝など多くの若手投手の育成に携わり日本ハムのコーチ時代にはダルビッシュ有現在は MLB のパドレスに所属を支えメジャー挑戦後は彼の専属トレーナーとしても活躍しました藤浪がオリックスに入団した場合中垣コーチをはじめとするコーチ陣やスタッフたちがどのように彼を再生させるかが非常に興味深いと言えます 日本ハムは新庄監督の指導のもと、選手の個性を伸ばし、モチベーションを高める環境に定評があります。そのため、他球団の選手からもプレーしたいという声が上がるほどの魅力を持っています。中日で出場機会に恵まれなかった軍司優也は、トレード移籍後に中心選手として活躍し、現忠実のアリエル・マルティネスも不動の予番として活躍しています。また かつて同学年の大谷翔平とライバル関係だった藤浪が大谷が巣立った後の日本ハムでプレーするというのも新たなドラマを感じさせます藤浪が古巣である阪神に復帰する可能性はないかと考えられますがその可能性は低いでしょう近年はパフォーマンスが伸び悩んでいますが高卒1年目から3年連続で2桁勝利を達成するなど実績を残しています 阪神を取材する記者によれば、岡田章信監督は藤浪を決して低く評価していないとのことですが、復帰の実現は難しいとの見方があります。阪神は先発投手陣も救援陣も充実しており、さらにファームには西純也や及川正尚、富田蓮、石黒祐也、川原陸、茨城秀俊などの多くの若手が成長中です。また ビーズリーや岩手雄太などの実力者も控えています。このような状況から見て、藤浪が阪神にとって必要な戦力であるかどうかは疑問です。そのため、藤浪を獲得する動きが現実的であるとは考えにくいでしょう。藤浪は覚悟を持って海外に渡った。現時点では、日本球界への突然の復帰は考えていないでしょう。ただし 請求の難点が改善されない限りメジャーリーグでの復帰は難しいでしょうこのまま請求の問題が解消されずメジャーリーグでの成功が見込めない場合 d n a に復帰した筒香義朝のように日本球界への復帰が現実味を帯びてくるかもしれませんな波は元メジャーリーガーであり素質は確かにあると言われていますがすでに30歳近くになっています 彼が本当にチームを強化するための即戦力となる選手なのか、そしてそのために大金を投じることがファンに受け入れられるのか、各球団は冷静に考慮してほしいです。環境が変われば成績も変わる可能性はありますが、確実なことではありません。メジャーリーグに挑戦する際、阪神を出れば変わるという言われようがありましたが、その結果はどうでしょうか 藤浪は不思議な存在ですね請求に苦しむ投手でありながら需要があるというのは不思議なことですアスレチックスではわからない藤並でしたがオリオールズではそうでもありませんでした将来どうなるかは分かりませんがこちらでも彼を活用したいと考えるのはプロ野球選手としての魅力ですね